お尻です。今回の動画では私がこれまでの人生で見逃していた日本語でできるドキドキ文芸部のモットーを4つ解説レビューしていきます。当たり前の話ではありますが、モットーなので本編との比較や衝撃的なシーンについて言及しまくるので、まだ伝説の神ゲードキドキ文芸部をクリアしていない人は今すぐ PC にインストールするか、ドキドキ文芸部プラスを買ってクリアまで駆け抜けてください。モニカアフターストーリー。その名の通り、モニカとただ会話をするだけのモッドとなっています。ですが、とてつもなく作り込まれていて、本編ではイチャラブできなかったラスボス系ヒロイン、モニカと恋人のような気分を味わえる神モッドとなっています。時系列は本編にてモニカと主人公があの何もない世界にたどり着いてしまったところから始まります。普通ならモニカと話した後に削除してラストへつながるのですが、このモッドではモニカ自らの手でファイルが削除されます。こうしてよくわからんまま私とモニカの間に絆が芽生えたそうで、モニカとたくさんおしゃべりすることになります。まずビジュアル面ですが、モニカの表情が数パターン追加されています。本編ではちょっと距離があった私らとモニカですが、このモッドでは結構な距離感で真正面を向いてくれています。そんな状況でちょっとムスッとしたり目を輝かせてくれるので、常日頃頭の中がモニカだけである我々プレイヤーは PC の前から離れられません。選択肢もそこそこ種類が多く、お互いの誕生日を教えて話し合ったり、本編でのモニカの行動について言及したりと、公式ではないもののモニカのほぼ確定しているであろう設定を知れるので、ドキドキ文芸部が好きな人はもちろんのこと、考察やモニカ好き好きおじさんは確実に楽しめると思います。どう考えても赤ちゃんになってしまう誕生日を入力するとちゃんと突っ込んでくれるので、わざとボケてみるのも面白いです。ちなみに私の誕生日は3月の2日です。こち亀のりょうさんが3日なので1日違い、チェビオの花熊ちふゆちゃんと同じなので、覚えてたらちふゆちゃんのついでに私も祝ってください。前々からこのモッドの存在は知っていたんですが、モニカとおしゃべりするだけか、ホラー演出とかなさそうで退屈なんだろうなと思って後回しにしてたんですよね。でもって実際にやってみると、予想通り画面の変化に乏しく、ホラー要素もなかったわけですが、それでもメタ要素が多い会話はドキドキ文芸部というかモニカ以外では成立しない内容で、想像以上に想像以上の面白さでした。モニカと真剣に付き合えるモッドはもう一つ、アワータイムというものがあり、ハイクオリティなのでこちらもおすすめ。その代わり未完成なんですよね。何をするの、私も連れて行ってみたいな会話が多いので、どうにか公式さんが目をつけてスマホアプリとして配信されませんかね。それじゃあ最後に、君はキーレイダー、オフィシャルシリダンディズム、オフィシャルシリダンディズム、ファントムファンタジー。お次はドキドキファントムファンタジー。モニカの世界改変によってファンタジーな世界になってしまったドキドキ文芸部です。なので主人公が投稿するとなぜか異世界に迷い込みます。そこであたふたしていると、同じく異世界に迷い込んだモニカ、ユリ、夏希と出会います。ですがサヨリだけはこの世界で見つからず、主人公はサヨリを探して夜の異世界をさまよいます。そんな時に現れたのがティガレックス。モニカ曰くこれはバハムートらしいですが、どこからどう見てもティガレックスです。それからなんやかんやで元の世界に帰還したっぽい主人公はサヨリと再会して学生生活を送ります。本編では描かれなかったサヨリとの文化祭デートは数あるモッドの中でもレアなので、サヨリ好きはここでめっちゃ興奮すると思います。こうして異世界転移はまさかの夢落ちと思ったら、またしても異世界へ転移してしまいます。最終的に異世界でモニカが大暴れしてしまうので、このモッドでも相変わらずのラスボス系ヒロインっぷりを見せてくれます。ラストは異世界も悪くないと思い始めた夏希、ユリと一緒に異世界生活を送るか、ラスボスになったモニカと元の世界へ帰還するかの選択を迫られます。ざっくりとした内容はそんな感じで、このモッドでは選択肢が何度か出現して、間違ったものを選んでしまうとそこで終わりなんですよね。結構な移植作なので、異世界転移が好きな人にはおすすめできるかな。そうじゃない人には次のモッドをおすすめ、フォードリームス。ってことでドキドキフォードリームス、実は先ほどのファントムファンタジーと制作者様は同じでウサギ様のモッドです。こちらは短編オムニバス形式のモッドで、文芸部員を主人公とした4つのストーリーを体験できます。最初は突如学校の地下にダンジョンが現れ、盗んだバットでサヨリと探索するという意味不明な展開です。もちろんこうなった原因はモニカのプログラミングによるものです。事の発端は毎回この人のような気がしますね。
その後の夏希編とゆり編モニカ編は意外と原作に忠実で、本編では深掘りされなかった夏希とパパの関係性、ゆりの異常性が垣間見れるので、公式ではないにしろ違和感がなく面白いです。ドキドキ文芸部は本編ともっとどちらもさよりとモニカばかり深掘りされがちで、ゆりと夏希はホラー要因、舞台装置みたいな印象が拭えないじゃないですか。なので1章5分くらいの短いボリュームながらも、この2人がメインになっていたのは嬉しかったです。そしてそのタイトル通り、これらのストーリーは一発です。今回紹介するモッドの中で一番のおすすめ、スイッチライツ。最後はこちら、スイッチライツ。生みの親であるダンサルバート様がドキドキ文芸部3周年記念の配信にて即興で作ったミニストーリーが元ネタです。ボリュームは3分ほどですが、ダンサルバート様が考えたということはほとんど公式と言っても過言ではありません。スイッチライツの制作者は1日でモッド化、日本語化までしたそうなので、また機会があれば制作者様のミニストーリーをモッド化していただきたいものです。内容としてはドキドキ文芸部プラスのように穏やかなもので、お祝い事やモニカが好きな人におすすめ。さすがに3分なのでこれ以上語ることはないかな。制作者様には感謝しかありません。そんな感じで日本語でできるドキドキ文芸部のモッド紹介はこれにて終わりですね。伝説の神ゲーなのでモッドは数多く存在しますが、さすがに日本語でできるのは前の動画と今回の動画で合わせて合計11作品で全部ですよね。ここまで楽しませていただいて、制作者のダンサルバート様とモッドの制作者様には感謝しかありません。特にドキドキレインクラウズ日本語訳のサーモン寿司様、ツイッターにてドキドキ文芸部以外にも傑作を教えてくれた山本ニュー様、急なメッセージに対応してくださったうさぎ様、ありがとうございます。ドキドキ文芸部モッドで検索すると上から2番目に山本ニュー様のツイッターが出てくるので、国産海外産含めドキドキ文芸部にどんな二次創作があるのか知りたい人はこちらへどうぞ。許可はもらってますので、概要欄にスレッドの URL 貼っときます。ついでに言うと上から4番目に私のブログが表示されてるので、そちらもどうぞ。そして今回紹介させていただいたうさぎ様ですが、今現在もモッドを作成されているようで、2023年の9月ドキドキ文芸部6周年記念までにリリースする予定だそうです。完成されましたらプレイさせていただこうと考えていますので、陰ながら応援してます。では今回の動画はこれにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。ビビった、もう一丁。最後の最後まで見てくれてありがとうございました。